久しぶりだな。高校以来か。よかった、生きてたんだ、生きてたんだな。あの心配してくれてたんだね、ありがとう。でも私覚えてないの、自分のこともあなたのこともごめんなさい。そう、でもありがとう。私過去の自分がよくわからなくてちょっと不安だったから、無事を願っててくれる人がいたんだってちょっと安心した。何も不安になることないよ、大丈夫。あなたは優しくて素敵な人だったよ、だから自信を持って。ありがとう。あの私ロスに戻るんだけど、よかったらあなたの名前教えてくれないかな。俺は誰でもないよ。向こうでもずっと元気で過ごせることを祈ってる。じゃあ。ちょっと待って。どうして私これ持ってるの？さあ、昔大ブームになったからかな。嘘、こんなの流行るわけない。絶対あなたは何か知ってる。私これ見ると苦しくなるの、どうしてなの、教えてよ。五十嵐いろは、一度もちゃんと名前を呼べなかった。辛い時に何もしてやれなかった。俺を思い出してもらう資格もないけど、あなたは25年間でたった一人ずっと好きだった人だよ。一度も忘れたことなんかない。俺と付き合ってください。お前は魔法を使ってる。お前といるとすごいことばっか起こる。ツッツンを見つけられた私はラッキーなんだよ。人と一緒にいて楽しい気持ち、人に好かれて嬉しい気持ち、全部あいつがくれたんだ。私今日のことずっと忘れたくない。ハハハ。